FC バルセロナ時代のラーション・ヘンリク・ラーションは、スウェーデン・ヘルシンボリ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者である。現役時代のポジションはフォワード。スウェーデン国内では、ヘンケの愛称で親しまれている。父は、カーボベルデ出身で、母は、スウェーデン人である。22歳の時、1994年のアメリカ W 杯に、スウェーデン代表として出場し、 同国の3位入賞に貢献。ブロンドのドレッドヘアーという独特な風貌も相まって一躍世界にその名を知られるようになる。1997年にスコットランドのセルティックに移籍した。加入シーズンにはレンジャーズのリーグ10連覇阻止とクラブの10年振りのリーグ制覇に貢献した。2000から01シーズンには35得点を記録し、欧州のトップスコアラーに与えられるイズム。 ゴールデン州を受賞した。セルティック在籍7シーズンで4度のリーグ制覇の中心となり、セルティックでの出場315試合で242得点を記録した活躍によって、セルティックファンからは、シの王の愛称で呼ばれた。一時スウェーデン代表への招集を拒否していたが、息子の、なぜ代表で試合しないのという言葉を受け、代表へ復帰。 2002年の日韓 W 杯では再び攻撃の中心として活躍し、ベスト16入り、自身も3得点を挙げた。2002年 W 杯終了後、代表引退を表明し離脱するも、国民から代表復帰の予防があり、ユーロ2004を前に代表復帰。ブルガリア戦では2ゴールを決め、ベスト8に大きく貢献。2006年のドイツ W 杯でも、 中心選手として活躍し、グループリーグのイングランド戦で試合終了間際に同点弾を決めるなどして、チームは決勝トーナメントへ進出した。決勝トーナメント1回戦の開催国のドイツとの試合では PK を外し、チームも敗退。7月17日、代表引退を決意した。ゴールを決めた後、両手を広げて舌を出す、ゴールパフォーマンスも有名である。 2005年に歴代の名選手を抑え、スウェーデン歴代最優秀選手に選出された。2005から06シーズンに FC バルセロナでリーグ優勝を経験。2005から6年の UEFA チャンピオンズリーグ決勝では1点をリードされていたが、後半途中から投入され、ポストプレーを生かしたにアシストでバルセロナを優勝に導いた。2005年12月28日に、 2005から06、シーズンいっぱいでバルセロナを退団し、母国スウェーデンへ戻ることを発表した。2006年7月からフルスヘルシンボリーフに復帰。ハビエル・サビオラ、サミュエル・エトーリオネル・メッシの3名のフォワードを書くバルセロナが再獲得を目指すとの報道がなされたが、2006年12月にマンチェスター・ユナイテッドが3ヶ月間の期限付きで獲得することが発表された。 これは、スウェーデン国内リーグの開催期間が4月から10月と短い点をついた裏技的な獲得であり、前線の駒不足に悩んでいたマンチェスターユナイテッドの補強となった。デビュー戦となった FA カップ、サードラウンドのアストンビラ戦でゴールを決めた。1月31日のワトフォード戦で、プレミアリーグでの唯一のゴールを決めた。チームやファーガソン監督からは、 直接残るように要請を受けたが、対談後は、ヘルシンボリでプレーした。2007から08シーズンのスウェーデンリーグでの活躍で、代表監督のラーシュラーゲルベックに説得され、ユーロ2008の同国代表に選出、代表復帰を果たした。大会終了後には、代表チームが必要としてくれるのであれば、引退はしない。と、今後も代表でプレーしていく意向を示した。 2009年、ナンアダブルハイ予選アルバニアと引き分け、予選敗退をもって、改めて代表から引退した。2009年11月1日、リーグ最終節のイフ・エルフスボり戦をもって、現役を引退。試合終了後の引退セレモニーでは、マンチェスター・ユナイテッドのアレックス・ファーガソン監督や、元同僚のカルレス、プジョル、シャビエル・ナンデス。 そしてスウェーデン代表でチームメイトだったズラタン、イブラヒモビッチから送られたビデオレターがスクリーンに映し出され、それを見たラーションの目には涙が浮かんでいた。現役引退後は指導者に転身し、2014年11月10日、長男のヨーダンラーションが所属していたフルスヘルシンボリの監督に就任した。2000から01シーズンにイズム・ヨーロッパゴールデン州を、 獲得した際のインタビューでリーグのレベルの低さを指摘されたことについてスコットランドリーグは世界一ではないかもしれないが世界最低のリーグからはかけ離れていると思うどこでプレーしていようともストライカーの仕事は変わらないゴールを決めることじゃないかと答えた2004から05シーズン FC バルセロナに入団した際最初の背番号は17番だったが 同フ中に、ハビエル・サビオラが、AS、モナコに、レンタル移籍したため、背番号7番に変更になった。そのためジャパンツアーでは17番をつけて、試合に出場していた。引退後のインタビューで、唯一後悔していることといえば、マンチェスター・ユナイテッドに残らなかったことだ。監督、チームメイト、サポーターから信頼されていたし、 もう少し残ってチームの手助けをすればよかったと漏らしており、ファーガソンのことを3ヶ月しか一緒に仕事をしなかったが、私の人生にとって偉大な人だ。監督としても私の中ではベストだとも語っている。ありがとうございます。